オルナクカンは AWM、アイドモスプレです。今回ですね、まあ、明日以降の新しいアップデート要素出ましたんで、まとめていこうかなというふうに思います。それではテイク。はい、というわけでやっていくわけなんですけれど、今出てます通り、新しいコラボレーションのね、告知っていうのが一部出てますね。17の方から始まるですね、蜷川美久さんのコラボレーションの詳細っていうのが出てますね。今回は、ボックスの方を期間限定販売しますよっていう風に言われてまして、そのボックス、数量限定で、シリアルナンバー付きで、ゲットできるみたいな、そんな感じのね、買い切りのアイテムという風になっているようですね。さらにそのシェアイベントがあるみたいなんで、集結みたいな、そこで追加でアイテムの方もゲットできるという風になってますね。プラス、正月イベントというわけで、嵐の方で、ゆきたまの方を完成させることによって、お正月にね、バインド金券がもらえますよと、バインド金券イベントっていうのが、配布イベントっていうのが、再び来るという風になってますね。とりあえず、これ参加してみないとわかんないね。6個なんかレベルアップして、最大の大きさのゆきたまを作らんといけんみたいな、そんな感じになっているみたいなので、実際これはやってみないとわかんないですよね。受け取りの方は正月にできるという風になってますね。やけん雪玉イコールお年玉みたいな、そういうシャレなんでしょうね。で、プラス、クリスマスのね、ガチャの方が、販売されるという風になってますね。オブジェ付きという風になってます。メリーゴーランド。チャージ特典の方もあるという風になってますね。で、クリスマスの期間限定で、パックの方もあるという風になってまして、プラス復刻の方もね、あるっていう風になってるんで、復刻でかいね、昔のサンタフトが復刻されたらやばいですよね。で、プラスね、スキンの方も、いろいろ新しいガチャの中身ですね。分かったという風になってますね。今回情報提供いただきました、ありがとうございました。まずこんな感じでね、ガチャのねトップ画面が出ているという風になってますね。これまた買い切りのやつですね。買い切りガチャって高いんだよな。でパラシュートのスキンの方と新しいね大量子の方が出ているって風になりますね。大量子これ復刻するんですね。限定色なんで等級が若干高いですけれど、今はもう電動ありますからね、電動の取ったら等級とか限定色に関しては関係ないからですね。あとは副スキンの方がですね2種類こちらとこちらあるのと、あとは81式のスキンの方ですね、こちらも出ているという風になっております。あとこちらは先ほど言いました、バインド金券がもらえるイベントの方ですね。単純に雪玉転がして作って、12個はめろみたいな、そんな感じのイベントみたいですね。実際参加してみないとわかんないんで、雪玉のイベントは22、蜷川美香さんコラボは17日来るんで、来てから詳しく確かめましょうか。